はいさーい。今回ですね、なんか珍しい雑草をゲットしたんですよ。はい、うん、こちら、だいたい80センチぐらいの雑草ですね。これ何が珍しいかと言いますと、普通丸っこいでしょ、雑草って、うん、これ細長いやつ。細長い雑草の中で一番美味しいんだって。へ、そうなの。そうそうそう、雑草って雑っていう種類だけじゃないですね。ということで、今回はどなたが料理するんですか。そうなんですね、はい、今日も譲らせていただきます。おー、羨ましいなぁ。ちなみに 何さんですか。漆黒の戦士ブラッディ・ライトマンさんです。よろしくお願いします。自分でさんつけるんですか。さあ、今日もどんな料理を作ってくれるんでしょうか。楽しみですね。まずは鱗取りから。あ、嘘。ごちゃごちゃまだ慣れてない。もうキッチンも新しくなってますからね、うん、やっぱりね、林さんチャンネルも大きくなってたんですか。はい、なのに、うん、あのキッチンがランクダウンするっていう。ごめんなさい、これ生活水準が落ちるんだ。ブラッティ鱗取り。そのままやん。何だけでもいい。無理なら無理でいいし。動画もシックマンシリーズ全部消すし。キャラ変更したかったらね。もうそれはもう残してほしいです、ね、大丈夫大丈夫です。やれるっすか。やれる。もっと選手感欲しいですよ。選手喋り方がまずなってないんですよ。タケシがブラッディライトマンだったらって手で撮ってみて。一回ブラッディライトマンじゃあ見せていいですか。一回見せた方がいいかもしれない。一回ダツだ。これがダツをこうやって持ち上げるんだ。ソードの先端を使ってな。包丁をソードって言ってますね、うん、選手らしいですね、うん、カタカナを使っていけばいいのか、うん、そうっすそうっすそうだそういうことだ。おっ、やばいぞ。え、なんかピンチ。え、どうした。もしもし、どうした。なに、こっちに奴が現れたの。こうしちゃいらねえぜ。なるほど、行きましたね。行きましたね。こんな感じみたいですね、はい、なるほど。携帯を持って逃げるっていう普段からやってるテクニックですね。普段から嫌な先輩から飲み会を逃げるときにやってる技ですね。そうなんですね。大体、例えばラジオとかもやってるじゃないですか。やってるね。ラジオやってるじゃないですか、うん、ハウルさんラジオ出るんすよ。出ますね。喋りあんまり上手じゃないんで出るんすけど、この前ひどかったんですよ。放送地上波で流していいのかっていうぐらいひどかったんですよ、ハウルさんの喋り方。あるでしょ、うん、あげな上司うんうんどう会の場所に来てますって運動場に来てます。さて天気は悪いようですがどうなってしまうんでしょうか。もうやるかすごかったんですよ本当に。よっしゃ、よく取ったぞ。お腹わお、おすごいね。やっぱ細長い分長いね。長い。よいしょ。おお、綺麗に取れてます。綺麗に取れた。おお、さすがブラッディライトマン。この血合いも取っていく。ブラッディフィンガー。ブラッドフィンガーですよ、これ。ブラッドフィンガー。確かに。ブラッドフィンガー。キノコが取ってますからね。わお。綺麗に取れた。つながってんだ。わお。そして。そして今度は下ろしていきますよ。おお。え、これ長っ。長いな。長いですね。これ難しいぞ。ヒーローが挫折した。諦めも肝心だよ。必殺大名おろし。なんでボソって言うんですか。しかももうこの時点で大名おろしじゃないですよ。おお、一応普通に切れてますね。切れてる。イエス。一応切れてる。イエスシャー。イエスシャーっていうもう突っ込みづらい言葉にしてますね。イエスシャーって。よし。落ちましたね。よし。おい、綺麗じゃないですか。綺麗ですね、ほら、うんうん、はい、じゃあ今度この細かくなった脱ですね。入れていく。キャノーラオール、はい、エッグアタック。やばい、一番弱いのこの人でしょっけ。エッグ、よし、これ切るように。フライパンにゴー、レッツゴー。あ、ご飯10段目。ライス、カンバその間に、どうしようか。この間に、あ、そっか、ご飯がね。あ、そっか、10番忘れたんだな。ネギもね、
チョロチョロ。ナイス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 。ナイス。テイクレッツゴー。レッツゴーライス。同じ言葉を連発するだけって。レッツゴーレッツゴー。カモンカモン。カモン。次はグー。グー。グー。すごいな、そんなことも押し込むんだよね。人参から食べた方が良かったんだよな。ああ、硬いからか。大丈夫、人参じゃなくても細かく切ったから大丈夫。人参じゃなくてもって人参だからな。本当難しい。塩コショウ。滞在時間が少ないんです。あれなんだよね、まあ、やっぱこう突っ込ませてくれるんですよ、ハローキは。誰も突っ込まんと転んどはハローキが困ると思う。大変なことなんですよ。だから突っ込まれて初めて光るみたいなところある。センキューThank you! そういうことですよね。 Thank you, thank you! はい終了と思うじゃないですか、まだなんすよ。見ててくれ。こっからだってか。こっから変わりますよ。これ何ですか。食用。あ、着色料ね。着色料ですね。信号カラーですけど、赤、黄色、青と。ダーツじゃないですか、今日の料理で。はい。これをね、ダーツに見立てようかなって。今回これ、青い着色料、これに入れます。ダーツっていうスポーツ、ハローに勝ったことない。マジですか。俺ね、結構スポーツは結構得意なんですけど、うん、ダーツだけはハローキに勝てないです。マジか、そんな、ハローさん、そんな特技あったんですか。なんかね、ランク的に言うと、BB プラスまで行ってますね。おー、A クラスの手前まで行きました。 A クラスまで行ったんだ。 A クラスの手前。そんなすごい方だったんですね。どれぐらいすごいかと言いますと、簡単に言いますと、これ真ん中のやつブルーって言うんですけど、あれを3本に1本は入れないと、入れるのが当たり前。当たり前ですね。もう3本に1本はブルー入れる。そうじゃないと BB というクラスにはなれない。なれないですね。なのに一切動画にしないっていう。そうなんですよ。誰もやらないっていう。ダーツっていう言葉出したら今日初めてじゃないですか。動画で切ろう。今度は黄色。お、人参と同じ色だ。すごいなんか食欲をそそるな色してますね、これね。スライムカラーですね。ダイエット食ですね、これ。スライム食だな。これ美味しそう、ピラフ。あ、これはいいですね。黄色はいいな。ピラフ。はい、来ました。よかったですね。はい。なんだこりゃ。なんか視聴率が悪いフジテレビみたいな枕です、ね。これダーツか、これが。ダーツですね。おお、なるほど。完成。ダーツダーツチャーハン。ダツダツチャーハンですね。食べていきましょう。はい。じゃあダイエット食食べますか、こちらの。ダイエット食って。はい、いただきます。どうですか。うん。あ、ニンニク効いてて美味しいですね、見た目の割には。見た目の割には。じゃあ味付け薄っと思ったんですけど、普通に魚チャーハンみたいな。いただきます。すごいこの味、ヘルシーさというか、めっちゃ素朴ですね。うん、うん、味の的は得てないよね、完全に。 YouTuber らしい撮り方。はい、塩コショウ取ってきましたね。ファンタジーソース。YouTuber らしい撮り方なんですか、これ。ほら、 YouTube らしい掛け方。 YouTube らしいって何ですか。らしさ、らしさあるんじゃないですか、らしさ。あ、どうすか、味は良くなりましたね、非常に。塩コショウだけどこんな変わる。塩コショウだけど変わりました。でも普通に美味しいからびっくりしちゃうっていうね。うんうん、これでござる。ござるって、まあ、キャラ崩壊だよ。美味しいでござるよ、お前。チャーハン美味しいですね。ダツダツチャーハン、ダツダツチャーハン、ダツダツチャーハン、ダツダツチャーハン。もうそろそろ締めていいですか。締めたくない。早めに早めに締めた。できるだけ早めに締めた。放送事故が起きますから、ほんとにね。全力で締めてほしいですね。全力で締めないといけない。これ危機を感じました、今。なんか体操とかないですか。グラッティーライトマン体操の体みたいな。ちょっとなんかできないですか。グラッティーライトマン体操、うん、じゃあまあね、体壊してる方は座ってても OK です。グラッティーライトマン体操はあるんです。まずね、両手上に上げます、うん、で、左右に振ります。さよなら。素晴らしいですね。よいこのしゅくん、こんにちは。漆黒の戦士グラッティーライトマン、またなお、シッコマンです。へっへぇ。しまった、囲まれた。こっから倒せない。うわぁ。女性レスラーに強くなされて少々女だ。くらえ。ほら。この
右手に封印されしダークネスリバインドブラッククムーンをまたの名を右手をクリックするとチャンネル登録おらこのムーンシャイニングホーリーアースまたの名を